はい、どうも皆さん、こんばんは、ミストです。今回はそのままアソホやっていきたいと思います。今回は、機械は知らないというロケットのロイヤルデッキなんでございますが、まあ、あの、エンジンの対象にこいつを機械カードを使わずに、機械カードの機械軸ではない感じで、ダッシュを取るデッキでございます。なので、そうですね、あの低コストで、展開できるようになったシャドウスワッシャーは、エンハンスあとは、そうですね、アキラさんは、はい、ということで、リプレイの方で見ていきたいと思います。お相手さんはヴァンパイアメイドゥーさんだったんですね。先行を引きました。ヴァンパイア相手には、基本的にオクトリス持ってきたいところではあるんですけども、アルビナさん4ターン目に使えばいいかということで、レビアマサージだけ返したところ空いている。悪くないですね。で、今のところね、結構機械バンプが多い印象がありますが、たまにね、ハイブリッドっていうのかな、進化をいっぱいしてゼウスで決めるみたいなデッキもありますので、ここ悩みました。オースレスナイトは墓場を稼げる、従者だったら、プロダクトマシーンに対して優位に取れるって感じだったんですが、まあ、ここは従者でいいかといった感じで従者を投げたところ、魅惑の一撃、魅惑の一撃を2ターン目に使ってくるって考えると、あの復讐ヴァンパイアを想像してはいました。はい、ライカンベルセルクですね。あいつのことを考えてはいたのですが、3ターン目悪夢の始まり、このカードやっぱ強い。ここで出てきたのがマシンタイプ、マシンタイプポケモンか、マシンプロダクトマシンが出てきたので機械軸と想定しました。ここはオーセルスナイト2体を展開してターンエンドです。これだけで墓場が5稼げますからね。お相手さんはデビルアイドルトリル、これは一体何をチョイスしたのでしょうかと思っていましたが、お相手さんここで進化って考えると、やっぱデビルソングかなと思っておりました。はい、盤面にいるフォロワーだけで、除去ができますね。ここで引いてきたのがキャノンスマッシャーということで、また墓場を稼げるねということで、これが私のキャノンスマッシャー出していきます。6ターン目は基本的にね、三奪の使徒プラス、ファンファーレで手に入ったやつを使って全除去って感じの流れが一番いいかなと。お相手さんデビルソングで全除去、全除去した後、キアネスクライマーだけ名前合ってる、まあ、キシャシャーがなかなか強いので、機械軸のね、あのキーカードにもよくなっているんですけども、ここで、使徒ファンファーレ能力はヘビに使って、進化して取っておきます。まあ、これここから先ね、あの盤面に一体でもホラー残しとくめんどくさいかなっていうのがあったので、首飾りを使って取ります。ここできれば回復のね杯が良かったかなって気はしますが、まあまあ結果的にはなんとかなりました。おいさん機械師進化剣は温存といったところですかね。ここで引いてきたのがオースレスナイト、7ターン目次の動きねえなーと思っていたところ、いいドローをしてくれました。リーシャを出しつつオースレスナイト、これで、リーシャは勝手に進化します。これでバットを取って黄昏の刃ナノが出てくる。レイサムにやっぱり進化を使いたいということで進化剣は温存しておきます。お相手さん2体目のギアネステイマー、クライマーなわけないね、ギアネステイマー進化、これで展開していきます。ここどうやって取ってくるのかなと思ったら、やっぱりまあ残してきますね、あの進化の強い子。
して東海の鉄板は浮くみたいですね。でここレイサムさんもちろん進化していくんですが、綺麗に場面取ることができますね。プラス墓場も稼げると。刃に狂え、勝利は遠い。でレイサムさん当たる前にナイトで蛇を取る。でレイサムさんが当たって出てきたナイトで蛇を取る。残っているオーセルスナイトは都会の鉄板浮くことをやっと知った女の子に当たって除菌ですね。はい、ここで見て、あらー、これ実際にプレイしている時じゃないと破壊されたフォロワーの数とか出ないんですね。破壊されたフォロワー15体以上を超えているので、次から炎獅子の大将軍がやってきます。珍しいですよ、僕がこうやってロイヤル、炎獅子ロイヤル入れて、炎獅子の大将軍入れてロイヤルを使っててね、手札に1枚も来ていない、これは珍しいですよ。いや本当、ホワイトサンフニカルエンハンスで取ってアークムの始まり、手札が減らねえなーと。さあ出てくる炎獅子の大将軍、いざ出陣。ここでオクトリスさんが引けました。アルミダさんが使えないなと思ってたところ、ちょうどいい感じでオクトリスさんが来てくれたので、ラストワード何も奪うキャラクターはいないですが、取っておきます、取っておきます、使います、カツエルまで奪います、カツエルまで奪います。そして従者を出します。それはもとより俺のもの、任せてください。でここでナイト当たるわけにもいかないので、全体バフしてナイトは相手のリーダーへバチコーイ。さあここでお相手さん破滅の先ます。復讐状態ではないので全体3ダメージで終わりです。そしてもう一度都会の鉄板が浮くもんだ。もう一丁出てきます。いざ出陣。ここはあのリーシャとどうしようか迷ったんですが、ここアルビダでちょっと謎めいた動きしてますが気にしないでください。任せてください。炎獅子の大将軍を生かす、そしてナイトで先発を取る。8点ダメージは相手のリーダープラスもう1体出てくるナイトの前に回復ですね。あのやべえな、プレイしてたの10分くらい前なんで覚えてないな。お相手さんの心が折れると。まあ炎獅子の大将軍が3回ね、あの直接召喚されたらそれは心折れるよ。さあ2戦目の方でございます。お相手さんはビショップ、お相手さんビショップということで、ローテのビショップってエイラーって思ってるんですね。はい、先行。私はクレイ。そして最初の手札がこんな感じ。ドラゴンナイツとリーシャはいらないなということで、3ターン目アイテール使えばリーシャさんを確定で持ってこれるのでいいでしょうと思ったところ、炎獅子の大将軍がやっぱり手札に来る。これだからね8コストって重くて発動条件が難しいキャラクターなんで、手札に来ないでよとか思ったりしますけど、まあそこら辺はね。3月の従者を出してターンエンドです。お相手さんの2ターン目メカゴブリン、これはエイラかなって思ってました。ここで引きたかったんですけどね、オクトリス引けなかったので、おとなしく当たりつつアイテールで、アイテールで、名前なんだっけ、名前どう忘れした、リーシャね、リーシャをサーチあれさっき言ったのに名前忘れるって。お相手さんまたしても都会の鉄板浮く女で、エンジェルシュート来たんですけど、ここでエンジェルシュートはもったいねえなと。もう一丁アイテール、これで来たのは三奪の使徒。一応手札にレイサムさんが見えているので、まあ大丈夫でしょうといったところでした。お相手さん4ターン目リモニウム、しかもプレミアムですね。リモニウム進化でアイテールを取ってくる。でこのターン動きがねえなーって思ってたんですが、はい、アルビダさんも使っちゃいます。証券を使いつつ突進のキャラクターで進化権は温存。お相手さんの5ターン目リモニウムの救済、何かのコストを1下げ、はい、どの手でお祈りするんだっけ。フロートボードマーセナリー、先ほど下げたのはこの子みたいですね。そしてマシンファルコン、あら完璧だねと思っておりました。それとお相手さん進化権まで使って完璧に除去してくるようです。
ただお相手さんね、リモニウム使っちゃってるんで、手札がね、はい、圧迫されているんですね。キャノンスマッシャー、ここは三奪の首都で、都会の鉄板の女の子を倒しますからの必殺と相打ちは嫌だということで進化権を使います。褒めるなら奪うまで。進化権を使って進化して、ここ回復ですね。回復してターンエンド。お相手さんリモニウムの救済が燃えるプラス次のターンのドローも燃えると。なかなか機械ってめんどくさいなと思ったところですよね。ゼロコストでやってきた、どの手でお祈りするんだっけ。そしてマシンファルコン、その動きは強いって。って奪うことこそリペアモード。お相手さんもしかしてあれ引けてないのかって感じでしたね。はい、動きはかなり弱いですね。でここはエンジェルシュート使っちゃいます。進化権を使いたくなかったっていうのと、マシン権を残しても置きたくなかったのでぶっ放して終わりです。するとお相手さんここでクルト、それで終わった。残念だったね、クルト。これはまあお相手さんの手札が悪すぎたんでしょうけれども、はい、レイサムさんに進化切ることなく取れますね。といったところお相手さんの心が折れました。2戦目はまあお相手さんのデッキの周りが悪かったですけど、演じの大将軍なくても勝てるんやでっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。